はい、そして作品をスケジュール内に上げるのが制作進行の仕事です。はい、然后在日程规定的日程在截稿期之前把东西从做片的人的手里掏出来这个就是制作进行的工作。はい。なんか最初からそういうなんですかね、なんかさっき話した映画をやりたいみたいな。その通りでもともと制作進行になったのは演出になりたいからですよね。はい。 但是，当然说，就是他虽然是当这个进度管理，当这个制作人，但他实际上一开始他是为了那个当动画的演出。そのために、え、呃、演出の側について、そしていろいろ仕事を盗んで、そして代わりに仕事をやったりして、この立場になりました、嗯。然后他就跟着当时的别的动画演出旁边，就学他们，偷学他们，偷师，学他们怎么干活，然后学了以后，然后他们自己也可以当。嗯 逆にそういうっき盗み、ま、聞き、うん、そういうわけじゃないですけど、うん、こういうのは一般的ですか、当時としては。そう,いうえとですね基本的にエースという仕事は誰かが教えて、えー、くれるものじゃないんですよ、ね。し上在日本来说可能尤其是動画演出という教你答えが決まっているもんじゃないですから、一人一人自分の答えを出していかなきゃいけないんです。よね 固定的正确的答案，所以说每个人只能去找自己的一个答案。そのために多くの演出を見て自分の演出スタイルを確立するっていうのがこれ大切なことなんです。所以要看很多别人的演出方式，然后从其中找找出自己的一个演出风格，这个是非常重要的一个事情。<noise> はい、なるほど。ではなんかそういうなんかご自身のスタイルを確立したのは何年ぐらい経ったんです？<noise> そうですね、僕は。 あの皆さんご存知か分からないんですが、出崎修監督というアニメーションの弟子であります。可能知位著名的日本の画北演叫做出崎の他是出崎ー的徒弟その出崎監督に初めて出会ったのが、アニメーションの世界に入って3年経ってからなんです。よねの大学の初期の大学は、他在京都の大学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 の 演出というのは何をしなければいけないのかっていうことが明確に分かりました。他遇到出奇統监督以後、他非常明確的知道、哎、原来演出是干这么一回事情。うん、はい、あのそれは具体的にどういうことなんでしょう。まあそれ多分、うん、あの一言でまとめられるものではないと思いますけど、うんうん、逆にまあ多分これからちょっと演出は何などういうことなのか多分紹介していくと思うんですけど、まず前提として定義的なものは何でしょうか。うんうん 演出っていうのは絶対的に自分の内面を出す作業なんですよね。那个我问导演就说：“您那之后我们可能会让导演来给大家讲一下具体什么叫动画演出。”但我先问导演就是什么，就是您怎么用一句话用定义来概括这个演出呢？他说：“首先演出是把人的一个内面，把这个人的内心给展现出来的一个东西。”ただしアニメーションって一人作って但是动画并不是一个人做的。 多くの人間が携わってます。その多くの人間たちに自分の内面を表現することをえ理解してもらう、それが大切なんですよね。なるほど。但是动画不是一个人做的，他作为可能演出，他要把自己的内心世界让别人帮他理解以后，再帮他表现出来，<laughs> 这个是非常重要的。 多分そういう感じでなんか実演、ちょっとまあ多分講義も準備していただいていることだと思うんですけど、これかからちょょっと紹介ししていただけませんでう私は、はいえー、先ほども言った通り、制作進行から経て演出家になった人間です。 ですから今日描いた絵というのが私が描いたものなんですけど、下手くそなのはちょっと勘弁してください。あだから今日画いた身の、それは今日描いた絵は、水平は特に高い。しかし、大家が見る水平は非常に高い。だ希望大家が寛容してください。初めに、ね、言い訳しておくと楽ですから、ね。はだ大家が心理の絵を描てください。だ大家が描いた絵を描いた絵を描いた。はい。では、たぶん、今、 ここはちょっと多分ラグしてるんですけど、うん、まあすでに監督の画面を映し出されていると思います。あ,あ、そうなんですか。か、はいはい。えっとどういう風うにしましょうか。そうですね。うん、逆にあのそうですね、ちょっと例からなんか演出はそういうことをやるみたいな。うん、皆さん演出っていう仕事は何をやるかご存知ですか。大家知不知道演出具体要干一一本の作品を作るためにはたくさんの工程があります。 呃，做一部动画作品需要经过很多很多的过程。呃，那个有剧本、分镜、作画、美术、撮影、編集、音響、摄影、剪辑和音响。それら全ての項目に演出が携わるんですよね。这些所有的项目。 演出都要管そして自分の先ほど言った内面を出すための作業でやってもらう人たちにいかに理解してもらうかという一つ一つの部署に対していろいろ努力をして伝えていくそれ,がそれが演出の仕事なんですよ。なるほど自己的内心世界その中でも演出の仕事で

权利关系とかいろいろありますから、まあ僕が書いた昔話のものですから、権利関係とか一切ないものです。那个今天可能可能一开始忘了忘了说了，那个导演虽然是《游戏王》的导演，但是今天因为版权关系，我们不能太多的把这个《游戏王》这个三个字给拿出来，所以那个这个他拿来的今天是跟他版权，他以前画的东西跟版权毫无关系。 ただし絵コンテのスタイルとしてはこのプロの仕事と思って構いませんので。但是このフェ本身的知量合いは、実際に知り合いは、フェンチ人は、的の人は、家就可以把它の成は、常的普通的グの的は、フ分ンチ看大体こは、な感じでンいてまは、フェンチングの人は、フェは、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 今ここに書かれているように、まずじめにピクチャーと言われる絵を描きます。この人は、左側ちょっとマウスをピクチャーの上に書きます、ね。 左边那一块是图片，是图画。これ画面になります。这个实际上是最后的动画的一个画面。つまりコンテっいうのは皆さご存知かもしれませんけれども、映像の設計図なんですよね。所以分镜是什么呢？大家可能知道，分镜就是影像的一个设计图。で日本語で書かれてますから、皆さんはちょっと読めないかもしれませんが、ここには内容が書かれてます。那这里面可能写日语，大家可能不是很懂，但是这里具体写的是这一卡拍什么内容。

ここに秒数が書いてありますよね。这个东西大家可能觉得有点像漫画，比如说因为它会写那个具体是什么画面，然后会什么字。它和漫画最大的一个区别是什么？是旁边大家可以看到这个右边写着一个描述秒数。i ニメーショ n というのは映像のええもちろんソフトでありますから、ええ<い>時間という軸がかかわってくるってことですよね。所以动画和漫画的一个最大的区别是，这个时间轴是非常直接的体现在这个作品之中的。

自分がやってもらいたい、人にやってもらいたいことを説明するために書いてるわけですよね。これは。为什么呢？是因为分镜，我是为了让其他部门照我说的去做片儿，为了这个才去做的，所以我必须要写的那个写的更加细一点，大家可以看得懂。その思い人に伝わらないと全く意味がないですよね。所以你这个分镜，就算画的很好，但如果别人看不懂你想干什么，这就一点意思也没有。例えば書く言葉であったり絵であったそういうものっていうのは。

三元导演给大家建那个一个建议，就是要尽量的认真的画，要画的细，要想着要让别人看懂去画，这样的话你分镜的水平才会越来越高。啊，この間の劇場作品で、<い>携わった作品で1000ページ描きました。哦、嗯，呃，他最近参与的一部剧场版作品，虽然我不说名字，但是他画了一千页的分镜。これをなんですか？ 1000ページっていうと、えー、大体2000カットぐらいですね。うん、た、ほら、1000円で分ェンジンぶ差不多よ2000個人とよ2000これ、劇場アニメとしても多い方なんじゃないですか多いです、ね、かなり多いじゃないですか。あの僕は、この絵コンテ見ていただくと分かる通りに、例えば、ここ見せますよ。はい。 那个，他可以给看一下，就是他说刚才说他画那个镜头画两千，他他可以指示一下，这个左边有一个，比如说他看那个左上角有一个十一，一二的ページきますよ。他有一格、两格、3, 三格、四格、五格、六格、七格。

つまり自分が入れたい絵をできるだけ説明を教える,するってことが大切ってことですよね。はい、ちょっと、上になっはい。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 はい 是啊，三滑舌儿的，是呢。呀呀呀，足够嘛！那个导演夸我那个舌头转的顺。声优儿，你期待ぐらいですよね、哦。啊，他说想请我当声优儿，并 <laughs> 实际上并不能。こ <laughs> んな感じで。是。当た<海>ります。ありがとうございます。はい。はい、アレックス。那个导演大，大家那个刚才那个简单了介绍一下这个分镜是一个什么东西，对吧、嗯？多分エコント。嘛。 ちょっと絵コンテはこういう感じに伝わるように書くとうまくなるんですけど、うん、逆に、まあ、ちょっと近道と言っちゃうんですけど、うん、コツみたいなのがあります一応伝わりたいんですけどそこを気をつければ伝わるっていうのは何かあったりします、うん、じゃあこれちょっと見てみましょうか。ファン我文章で言我とファ我の文章で言うとファンの文章で言うとファンの文章で言う 但是我可能想需要一些技术性的一个指导。有没有什么画分、进画的好的诀窍。导演说，<A S 1> 我们看这个。<B S 1> 这个分、进、讲的是什么？讲的是 A 和 B 的一个宿命的对决。A は戦う気満々。A 非常想打,打。打 B はあまり戦いたくない。B 不怎么想打。もう逃げられないぞ。A 说，你逃不了了、啊。待ってくれ。B 说，你去等等啊。うるさい。今日こそ決着をつけてやる。覚悟はいいか。A 说。 哪那么多话，今儿就跟你那个要分个死活，你觉悟了没有？辞めるんだ。僕は君と戦いたくないんだ。别说，别别这，别这啊，这个我不想跟你打。だまれこ比如说，闭嘴吧你。僕が<カ>一拳打上去。だめなん这个是画的不好的分镜。なん考えない,ままういうなん所以说你把脚本画成分镜是不动脑筋画就画成这个样子。まずは僕が言ったのは宿命対決ですよ。 ドラマティックに見せなきゃいけないんです。性じゃあ、演出はどういうことを考えなきゃいけないでしょうじゃあ、どう思いますあどうした、ね、のそうですね。僕にるんですか <laughs> いや。でもさあの、まんまでやるとアニメである必要がないんじゃないですか、うんうん、その通り。動きが。 さっきのは多分普通に、うん、あの静止画で並んでも成立成立はするんですけどもうちょっと。 ひねってほしいよ。じゃあちょっとひねった感じで言ってますよ。はい。じゃちょっと通訳これが正解じゃないですよ。はい。皆さん、い,いいですか？那个我刚刚问那个他导演就问那个这个你要表现出宿命对决该怎么画？他问我，我说这个东西你既然是直接把脚本画成这个画面，感觉都用静止画了都可以了，为什么非要我没有这个动画也没有必要做成动画？所以导演说给我们看一个例子，这个当然这个不一定是正确的例子，大家可以看一下。一大家可以看看现在还是 A 和 B，A 是里面这个，B 是外面。 那个これが，A 是左边的，B 是右边的，宿命的对决。ころ这个可能是在那个河边，然后夕阳西下，然后风在那哇,哇吹。嗯、が,が然后这个夕阳斜照，这个人的影子很长的，给他勾勒出去。敌人是这样一张脸。なな但是 B 不想跟他打。 みたいなことです。ああ、これはいいでそして、2やっと上が上がって、A、チェンジアイが、ジョーハイエンジン、グッと振り上がって、然后拳头一举2枚を引いて、そして、ワンホー、ジョーグルベドンゾパンチをつ、光一声を出しこれが正解じゃないとしても、前よりはくませんかこれが正解じゃないとしてりはませんかこれが正解じゃないとしても、前よりはく見ませんか正解じゃないとしても、前よりはこれが正いは、を武器にしなきゃいけないんですよね。はい 那个，他，然后还有一个镜头的一个移动。そのために、例えば、カメラ下から置くことによって、普段見てないアングルで緊張感が生まれたりするんですよ。え、欸、そうななるほど。哦嗯、我问导演为什么你，他说把那个镜头放在比较低的地方，实际上会显出紧张感。我问他为什么，他说因为这个镜头平时人是不会从很低的位置去看这个世界的，所以把镜头放在我们不习惯的一个位置上，容易让人产生紧张的感觉。

但是，但这个这个只能可能是那根据演出那个场合来的。如果你用的好，也有可能在俯看那个这种俯视的那种高镜头，也可以显得比较那个有感情カ。カットの構成でもう少し補足説明しますよ。はい <この S 2> 他。他要进一步补充说明一下这里的镜头。カット一を見たとに視聴者っていうのはどうしてもこの男の顔を見たくなるはずなんです。在拍出这个镜头的时候，观众是会非常想看这个内侧的比较小的这个。 男人长得是什么样子？这是因为那个他比较小，因为看不清他的脸，所以人那个观众会特别想看清他的脸。啊,啊，啊啊、所以因为他背后是夕阳嘛，所以他实际上他的脸是他是背光的，他的脸是黑的。 見えにくいものっていうのは、人間っていうのは見たくなるって習性があるんですよ。人有一个人类有一个习性，就是说看不清的东西，哎、嗯，人会想主动去看清它。じゃ次のどうしたでしょう？那我们就去下一个镜头。この男見せますよね。ただしそのまま見せません。ちょっとじらしてあげます。那个下一个镜头，他先他想拍这个男人，他他现在不会马上拍到他的脸，oh, <yes. S 1> 他先从下面往、oh, <yes. S 1> 拍一下他的身体，然后慢慢的往上浮，要给大家一个。

なぜならば、ジャーさん、はいはい、3メートルの男がジャーさんの前に立ってみてください。ジャーさん、どう思いますお、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 ね、お、お、お、ね、お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 、ね、お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 、 自分のカメラってもう自然に持ってるんですよ。啊，所以说，道理说，人实际上是拥有自己的一套镜头系统在里面的。嗯、我看小朋友可能觉得我往下看就不低，就不怕。はい、戦いたくないやつはちょっと俯瞰で撮ってあげたらどうでしょう？所以，他作为这个刚才这个一个说明的一个例子，就是说，我把我有俯瞰的镜头来拍这个不想和他打的这个 B 会怎么样呢？ さらにここで大切なことなのは映像っていうのは視聴者に対してストレスをかけつつストレスを解消してあげなければいけないっていうことを忘れちゃいけないんですよね。例えばジャーさん想像してみてください。この男の顔が見えないのにずっと最後エンディング終わってまで見えなかったらどうですか 所以导演问我，如果这个人一开始这个背光的脸我看不清楚，结果这片儿这一集完了，我最后都看不清楚，我怎么办？这模样模样也很舒服。买买我肯定觉得，哎呦，这一直不让我看，我心里肯定不爽。逆にすぐに見えちゃったらど但是他如果说导演说你想看，马上就看到了。他他他一开始不让我看，忽然就让一下子就让我看到了。就。嗯

嗨，那个就是说，他们现在虽然他们知道他们现在在什么地方的，那是画后面他们是不知道是什么样的一个情况。也就是说，B 的背后这个画面，他们所处的环境，他现在用现在这个第四格让大家看出 B 背后是怎么样一个场景。这个时候观众才发现，哎，这个地方只有他们两个人 A 和 B，没有别人。

那个我说，那我回导演问我弱点，我说是不是说你要画一个动起来的镜头比较费事儿？导演说这也是，但是我这个回答有点接近，但还不是他要的答案。アニメーションというのは絵で描いたものですから、<い>奥行きを表現させるってことがなかなか難しいんですよね。なるほど。それはヘミノエですから。导演告诉我说，因为动画是画在平面上的。 用画来表现立体，来表现这个画面的一个深度是非常难的一件事情。そのためにアニメーションっていうのは奥から手前、手前から奥の動きをすることっていうのはダイナミックなカットに見えます。なるほど。<noise> 嗯、<noise> 所以说一般而言，我们说二维的这个平面有 X 轴有 Y 轴，但是在 Z 轴这个方向，从外向内，从内向外的这个动作，这个在动画里面做出来会让这一这个镜头显得非常有动态。<noise> 例えここ所以说 A 这边要发必杀了啊。 縦の動きを使いたいですよね。画面の奥行きのある動きを。そういう意味では、最初は、最後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 は、最とは、最いは、最後は、最後は、最後る最後は、最後は、最後は、最こは、最後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 、最後は、最後、 つまり皆さんが、えー、テレビとかネットで見ているアニメーションというのは演出家がいろいろ効果とかまたはカットの連続性を考えて、えー、作ったものなんですよ、ね。それ以说大家在网上看到在電池に看到的動画表实际上是这个动画演出考慮各种效果考慮这个镜头的練習性才做出来的一个画面<嗯>。 視聴者を誘導しながら、そしてさらに裏切りながら、そしてそれを解放しながら持っていく、そこが大切です。なるほど。だが、你要又要来保う这个观众又要来同时要背叛这个观众同时要把你这个对于观众的に背反している環这三件事情是要一边拍一边做に要同时进行これはね物語の作り方でもそうなんですけれども、ためと裏切り、ためと裏切りの連続でできているんですよ、物語 <noise>。なるほど。 他说，导演说，这实际上不仅限于画面，那个动画的一个剧本的制作也是这样的。他先要憋一会儿有伏笔有什么，然后来个背叛，然后再憋一会儿有伏笔，然后再来一个背叛，这样有一个故事的一个怎么说前后一个螺旋上升的一个感觉。その中でいつためをして裏切らないカットを作るか、そこが大切なんですよ。所以说这个时候我应该怎么拍出憋一段？这个伏笔在什么时候憋？这个背叛在什么时候背叛？这个就变成非常重要。这这这个镜头的制作要就是变成非常重要。

大家首先请看这个画面，上。这是一个从上拍的一个画面，看。然后这是半身像，从平着拍的，平拍。然后从下下面有一个俯视那个仰视的一个镜头。那个，呃，摄像机的角度只有这三个角度。然后。 角度是这样的，然后接下来就是距离，和这个和这个被拍摄对象的一个距离。Up s h、嗯、这个是脸部特写。Bust、嗯、shot，呃，半身像。みさんが結構ねスマね、嗯、基本上大家用手机拍人照片都是用这个角这个来拍。Full shot，、呃、全身。そして long shot，然后一个远景。背景がい,い然后可以后面可以看到山，可以看到云，嗯、很多背景。この三のカメラの組み合わせで、すべてのカットって構成されている 他导演说，所有的镜头都是在这三个步和四个距离的拍摄情况下构成的。さん、例野球例我们举个棒球的例子吧。真ストレートばっかり投げたら打たれますよね。150でも。他如果说大家可能大家知道棒棒棒球那个有一个好球区，因为你扔正当中的话，邦当就被人打出去了。そのためには外角めカーブ、チェンジアップ投げて最後にストレート投げ。 所以先要扔，比如说先要扔直插球，先要扔曲球，要扔各种各样的变化球，以后最后吧唧那个变化球那个直球从当中走起来。そういうことを構成するのが演出の仕事なんですよね。所以说这种配球、这种构成、这种镜头的组合才是一个演出的一个工作。そうだ。せっかく皆さ,皆さんこれ見ていただいてるので<い>、皆さんに絵が上手くなる秘訣を教えます。 说到这个，大家可能也有学画的导演要传授大家一个画画变得好的一个秘诀。ななてんだ大家可能觉得这个你这么难，我这个画画怎么可能变得好？就是导演说，您真的想学画的话，就当他被导演骗了，明天稍微试试看。就是导演说，您真的想学画的话，你就当他被导演骗了，明天稍微试试看。

给别人看你会紧张，这个紧张感实际上可以让人这个画画的水平提高。絶対に頭の中だけに考えて描いたっていうふうに思わないでください。你不要觉得就是我是脑子里想完这个就画了，你不要你不能这么觉得。何でもいいですから、下手でもいいですから、描いて人に見せてそれを繰り返せばあっという間い你画完以后，你看先把东西脑子里的东西画出来给人看，这样的话很快水平 <あと S 1> 就会提高。あとも一点、<嘿>皆さん、还有一点，絵を描く時画画的时候。 こういう絵をみんな描きます。大体、一般に言うのは、非常に重的なのは、はい。こんな言うのはい、これだとキャラクターの内面も、また性格も、そして気持ちも何でも出てないんですよね。例えば、人間の心は、心が、見ている人間たちが面白くも何てもないんです。 所以说大家觉得看这个东西没，大家觉得这没什么意思啊。皆さんが何かキャラクターを描く時、どんなキャラクター、どんいいですよ。そんなキャラクターを描く時、好きなキャラクター描く時きにこの画面の外でもいいですから、何がいるんだろう。今は誰と話してるんだろうといことを想定して描いてみてください。大家画可能比如说画自个画同人画自己喜欢的角色的时候，大家可以想一想，我画这个人的时候，画面外面有没有一个人在在跟他说话？整个画面的环境是什么？大家想把这个环境想清楚再画。 そうすればおのずと構図が決まってきます。こ、はい、のような言葉は、このような構図をままに出る。これは、顔の向きがありますね。導演举変違う。違う。例えば、比如说画面のこっち側に敵がいる。在画面の左側に敵在画面的左側に敵がいる。 他的这个动作就会，诶，他就会往后退一点。背景だって決まってきますよね。背景也知道，因为这个，他人是要往后走，他整个整个的透视他就定下来了。そういうことをちょっとだけ考えるだけで、絵が全然違ってきますよ。所以说，大家画画时一定想一下，这个人处在一个怎么样的场景，怎么样一个环境之中，这样很容易就让你的这个水平给上可以上升回去。じゃあ、さあ、明日から書いてください。 嗯，就多听啊嘛，搞流控我很简单得。呃，导演，请我也学学，但是我这个我的手是比较残的。はい、あ、啊、他搞搞完这个事情，他学这个事情的分镜，实实际上水平就会越来越高。嗯、这个是刚才导演教我们的一个分镜的一个诀窍。はい、そうです。では多分、コンテ、まあ、ちょっとさっきの对あいろいろコあ

所以，他可能就不能给别人、别人的那个画的水平比较高的构图不能拿，因为有各种版权的、不能说的问题。所以，导演拿出他亲自画的构图给大家看一下。なんでも言いますけど、僕はプロの絵描きでもなんもないくそ嗯，导演又强调了一下，他自己并不是一个专业的画师，所以水平不咋地。 コンテから元にして、こういうような紙にレイアウトといわれるものを書きます。これレイアウト用紙ですね。はい。はい。では、フェンジングの下の階段で、フェンジングを読み込み、レイアウトを给画出来レイアウトってみ込何だかわかりますあのそれは一般的な意味ということですか。ジャザーさの思うレイアウトは何だ、はい、何ト是什么うん うん、普通でしたら、うん、原画さんにこの空間のこの空間のパスとかを、うん、空間を舞台を、うん、と人の配置を決め,る決めるものですかねすごく当たってます。はい、なるほど。これは私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 はこの空間の位置を決めることができます。うん、ただしもうちょっと簡単に 考えますよ。嗯”他说：“老师，导演说，那我可以想的再简单一点。”“お皿があります。”导演说：“这儿有个碟子。”“ハンバーグを作りました。”嗯，导演说他做了一个汉堡肉。“これに持ってみましょうよ。”那我把这个汉堡肉肉给放到碟子上去。“ここにハンバーグ。”这边有汉堡肉了。“これだけじゃ寂しいよね。”这光有汉堡肉可能少点了啊。“に人参をこうか。”所以胡萝卜放上去。“ここにほうれん草をこうよ。”嗯，放一个菠菜上去。“ここには。” えー、ポテトコか薯か<條>。でもこれだったら味がないから、ソースを置いてみましょう。これだけで味がないから、ソースを置いてみましょう。最低限度でもこうすると、ボリュームがあって、美味しそうに見えますよね。そういうことを考えるのがレイアウトの基本です。実際に、このようなものを使うことがでじゃあ例えばですよ、僕なんかあまり行きませんけれども、はい 法国料理。导演用法国料理来举一个、哦、结果来了一个汉堡肉，来了。了い、嗯、可能就这么大点啊，小的。然后上面放点小蔬菜。ういうう然后大家看到法国料理，可能是在周边放一圈那个走形式一样的一个酱汁。これは豪華にカレリ見せるために。はい。 レイアウトしたってことですよね。这个实际上是看起来可以让这个构图看起来比较豪华。つまり皆さんも案日常所以大家实际上做菜的时候，比如说大家可能日常生活中已经在做一个类似于一个构图的事情。じゃあこのレイアウトに戻ってちょっと説明しますね。那我们回到那个画面上这个例子，请导播把这个切回导演的桌面こ。このレイアウトは、哎、え海に遊びてきた少年が。

构图，它是要用怎样的镜头来拍？这个摄像机的位置在机位在什么地方？那个，他拍摄对象，比如这边这个少年，他这个大小应该在画面里占多大的位置？そ把这些事情定好以后，我才可以画这个。そしてこの这边那个它本身有一个画框。这个那个。 比较这个四边形的这个长方形的这个框。難し考えないでいいです。今皆さんが見てるこれはパソコンの画面です。大家不用想太难，这个就是一个电脑，就是一个显示器画面。この画面の中に何を描くかいうことを決めるってことです。这个画在这个显示器画面里面，我们应该画些什么东西呢？我们去下一个，嗨，第二章。来，狗来了。

呃，uh, 导演问我你感受什么？我觉得这就是 boys meet miss girl，、嗯、就是这个两个人就走上那个恋爱的第一步。这样么？就它分解していきますよ。我们它把这个构图再分解一下。レイアウトっていうのは難しいことが一点あって、那个构图有一点特别难的。今みたいにキャラクターが入ってきますよね。角色会这样进到这个画面里面来。この時にレイアウト全体が崩れちゃいけないんですよ。つまり。 ててこ,これ難しいんですよ。キャラクターがいない状てでも成立させる。キャラクターが入ってきても成立させる。これがレイアウトの大切なとこです。なるほど。ゴートというのは、こキャラクターがいない状態でも成立させる。はい、キャラクターが入ってきても成立させる。これがレイアウトの大切なところです。ゴートというのは、构图最難就是有角色キャラクターがいない状態でも成ロングで この少年を撮ってますよね。ここから女の子が入ってきますよね。だからスペースを開けてますよね。女性が左边に入ってます。だかは左边に入ってます。だけれども、それを視聴者に見つかっては困るので、ここに流木とか置いてるんですよね。だ但是他は、女性先放一て木す。 そして、皆さん、先ほど説明した犬と女の,子の動き見てください。大の狗女動きを見てください。画面の手前から奥の動きですよね。これは、前側から側向内側走的動き これってうのはダイナミックな画面、また面白みのある画面になりやすいんですよね。刚才解释过了，这样的有一个立体，这样有一个从内向外、从外向内的动作是比较有趣的、比较有动感的一种画面构成。もう一個演技について。他在讲一个那个角色的一个演技。少年がここで悲しんでいる姿はうつむいてればわかりますよね。大家这样看可以看得出这个那个可以虽然有点草，但是可以看得出这个少年是一个非常失望的一个场景。えど っっってて感じでででですすすけけどどなんんんわかるんかるちょっと聞きたいんですけどね少年がうつむいているシルエットだけで人間っていうのはわかると思うんですよね。これはね、ジャーさん、今いいこと言ったんだけど、<哦>全部顔の表情で悲しい。 对，显<い>那个那个导演说，那个、导演说，我刚才问的问题不错，因为他说，首先我们可以一般而言，我们可以用脸的表情来表现这个悲伤。かか但哪怕我看不见他的脸，これてて他光是这样一个轮廓，大家看得出这个人好像很伤心。所以啊，那个頭の

ここで二人をロングで拾うことによって<い>、二人がこれから何かあるんじゃないかなってことを匂わせるってことですよね。なあのあなんですかね。あれで顔ちゃんと撮らないで。なるほど。那导演说，为什么这两个人相遇这么重要的一个场景，他不用一个近景去拍呢？这是因为故意不拍出，用远景故意不拍出两个人的表情，嗯、可以显得说让大家去想象。大家因为看不清楚，所以大家会去想象，想象这两个人将来会发展出怎样的一段故事。さすがじゃあさん。

なぜならば、ジャーさんも映画見てて、アニメ見てて、全部説明されて、この人はこういう感情でこうだ、説明ばっかりさせたらやん、はい、なっちゃうでしょか。そうですね。例えば、私は、私は、这么这么この人は、もしかしたらこう思ってるかもしれないっていうふうに思わせることって、 大切なことなんですよね。所以说要留一点空间，让他觉得，哎，这个人可能是这么想，给观众留下想象的空间，在演出上是一个非常重要的事情。ただしもちろんそこにはきち 説明をした上説明というか、えー、きちっとその土台を作った上でやらないと、それはただの説明不足にはなりますよ。当然、如果你不把这个、当然你可以让人想象但是你的想象空间如果你说明太少的话你不把这个整个的想象的空间给观众准备好的话实际上这就变成一个想象、うん、就变成一个说明不足的一个情况。で、この中でもう一点大切なのは、じゃあさ、はい、んでしょう。カットって何を写すものだと思います、はい 那个导演说：“这边有一个必须要明白的事，就是说镜头到底是拍什么的东西。”“カットは了啦。”嗯、我说：“导演说，我说，我觉得镜头是把这个剧本的一个进行状况，嗯、把剧故事给拍出来。”他说：“五十分。”“もっと簡単，更简单一点。カットは映す被写体の心情を表現するためにあるんです。” 他觉得镜头是为了表现这个人物的心情才存在的。有个，明的く映像作大家可能看过有些片儿啊，他觉得他这个片儿拍的特别的像说明文，觉得讲清楚就行了。 映画っていうのは説明するためにやってるわけじゃないですよね。影可不是了明才拍出的キャラクターの心情を表現するためにあるんですよね。影是了表角色的的心情才存在皆さん、ここでキャラクターの僕心情って言いましたけど、キャラクターっていうのは被写体のことですよ。今回も言ったように、キャラクターの心情はキャラクターの心情です。 それは例えばこのマウスだって被写体になるということです例えば、导演指这个鼠标アニメーションのこのマウスを映すときに、このマウスをどういうことで映すかということをきちっと表現することを考えてないと、なんで表このマウスを映すかってことを考えておかないと、ただのステカットになっちゃうということ这个

こういうういいの見見たこことないだろうから見せますよこれは僕が書いたレイアウトですけど、まあ、絵が下手なの置いておいてこれタイムシートっていいます。叫做绿表今日本、まあ、ほとんどの,このアニメーションではこのタイムシートが使用されてえ作ってます。 所基本上包括日本在内，基本上所有的动画的制作都使用这样的一种绿表。これ何かいうと、アニメーションの設計図の説明書です。这个是什么呢？这个是动画的设计图的说明书。ここにすべてが書かれています。这里面有动画的一切。 皆さん初めて見るとなんでこんなに四角いちっちゃいコばっかりあるんだってわけわかんなくなると思いますけどでもこの一コマ一コマを丁寧に考えてつけることによって今皆さんが見ているアニメーションのいい動きだったりまたはえ綺麗な 動きだったり、迫力がある動きだったり、そういうものが作られてるんですよね。だから、今日は大事な人たちに転写し一小に一小に行在大家看な動画で非常牛逼に優秀な動画で非常に優秀な動画で非常にシャワーな動画で、うんはい、ありがとうございます。で、レイアウトから行く、<お>まあ、ちょっとレイアウトの説明になったんですけど、うん、まあ、それは多分ちょっとタイムシート、まあ、原画の説明にもなったと思いますけど、うん<の> 特に何を聞きたいんですけど、ど、うん、の撮影というのがあるんじゃないですか、うん、多分出崎監督の弟子でいることということは撮影に関してはもう僕たちもみんな気にしてるんですけど、うん、出先演出というのはどういうものなんですかというのはあのまあどういうも多分一言で言えるものじゃないですけどちょっとさっき演出が説明されたんで出崎さんの演出は、はいえー、本当にシンプルで言えるんですけれども。 那个我们知道，那个桑原导演是初期筒导演的这个徒弟。我刚刚问他说，因为他可能刚才解释了演出和构那个分镜和构图。然后初期筒有个非常厉害的地方，他就他在那个摄影的效果上，他用的非常好。那我们导演说，那初期筒演出初期演出到底是一个怎么样呢他告诉我，初期演出实际上可以简单的说明就是表现人物的一个内心。

出崎さんの多くの名作これは見てもらえるとわかりますけれども、初期多の作品最後の結末だったり結果、それはあまり関係ないんですよ。たぶん、初期作品は最後は非常に深但汰されてい都し所し、生きている中でのその瞬間の過程を一番大切にしているんですよね。初期导演他は珍惜的是人、生活、生存之中でのメイクの瞬間、 だから僕たちがいつ見てもザキさんの映像っていうのは共感できるし、またえ見れるんですよね、熱く。はい。はい。はい<嗯>。はい。はい。はい。はそはい。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 はそはい。はい。は非常い。はい<嗯>、非常い。はい、い。は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 い。強い。はい、ありがとうございます。い。は、い。はい。はジャい。さん、疲れたい。じゃないはい、はい、はい。 俺早口だから、訳すの大変でしょ。よ、割とテンポよくできたと思うし。<laughs> ちょっと感覚がついていることとかはちょっと大心配なんですけど。大友は私はち是っと累。私はそれ他怖い。私はそれが怖い。私はそれが怖い。私はそれが怖い。私はそれ不怖い。私はそれが怖い。私はそれが怖い。今回はそれが怖い。今回はそれが怖い。今回はそれが怖い。お疲れ様です。<laughs> あの本来はアニメーションの裏側っていうのは見せるもんじゃないんですよね本来画作内部事でも皆さんが少しでもこれを見てくれたことによってさらにアニメーションに興味を持ってそしてまあ自分でもちょっと描いてみようかなって思う人が一人でも増えたら素敵なことだなと思います。 但是导演说：“如果觉得讲大家让大家有能够对动画有进一步的了解，然后进一步说的话，如果大家能够通过这个能够自己想画点东西，然后自己能够来做动画，如果这样能哪怕多一个人，导演觉得是非常了不起的事情。”嗨 <noise>，二零二多国大 imas。もうはちょっと時間とし一時間ぐらいになったんですけど。何時間でも大丈夫ですよ。いやいやだ。 1>, 1時間半の話ですけど5時間ぐらいいちゃいますか、えー、大丈夫ですか <laughs> 契約上に <laughs> まあ大丈夫ですよはいまああとなんかじゃあちょっとこちらから聞き出したものばっかりだったんですが、うんはい、監督から例えば特にさっきの話中国さっきの話をした上で、うん、これだけは中国の人に知ってもらいたいものといえば何ですかね、うん、知ってもらいたいっていうのはどういう意味で,でしょうか例えばまあ,あの、うん 多分今の話は日本、あの監督は日本もあっデジ,デジタルハリウッドでも教鞭をとっている、ね、わけなんですけどあの逆に学生さんたちにどういうものを教えているかと,ちょっと教えてい僕は、えー、アニメーションの演出をやっているかたわらで、はい 2>, えー、2つの大学で、えー、アニメーションを学大学で教えています。うん 然后我说那个我们这边可能转换，因为我们刚才讲了一些很多比较基础的问题。然后我们现在知道导，因为导演他是在日本的大学里面也是有做过教学的，他在日本的两两所大学任教主学。主にそ、这个那个、の,の内容はアニメーションの演出についてです。他主要讲课内容也都是关于这个那个动画的一个演出。诶，僕の一つの言ってるデジタルハリウッド大学というところでは<诶>。 多くの中国の方の留学生が来てくれてます、啊、他说那个，然后导演在那个他任教的一个教授，叫做数码好莱坞的，在一个东京的大学，里面有非常多的来自于中国的一个学生。僕が羨ましいぐらいに自由な発想とまた熱い思いがあるんですよね。他说中国学生首先是他有非常自由的一个想象力，其次他们非常的有热情。僕がね一晩考えても考えつかないようなことを平気で考えつくんですよ。他们是能够瞬间想到，哎，导演想一晚上都想不来的事儿，那个。

但是他对中国的学生有一个特别需要叮嘱的一个事情。みなさんアイデアだったり、または何かをね事件を作り出すことですよね。そういうのは得意です。就是中国的学生可能特别擅长，首先点子特别容易出，然后拍个大事儿特别容易拍。その中で主人公がその事件に絡むっいうことが苦手なんですよね。但是他就不太擅长画这个主人公面对这个大事件，面对这个创意这个点子的时候，人人应该怎么发挥？ さっきも言った通りに事件を起こしますよね。その事件で主人公が写す被写体がどういうふうなことを思ったかっていう内面を表現するために映像ってあるってことですよね。大変なことですよね。これは何で面かこれは何ですかこれは何ですかこれは何ですか例えば何ですか、はい、例えば何です子今日は大学行くときにさ。はい 三丁目の交差点で火事があったんだよね。この話面白いですかお前、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  なぜ面白くないかというと、その火事について自分が全く関与してないからですよね。那个我导演说这个地儿火烧了，但是我他说我这个有意思吗？我说没没什么意思，因为您说的这么平淡。但导演说为什么没有意思？因为他他也是非常平淡的，他没有不带感情的跟我说。例えば火事っていう事件を作りました。比如说我这个拍片儿、啊。然后他在片儿里面画了一个火灾。うしたをまてましう然后这个火灾他要怎么让这个角色和火灾发生关系？例えばういう 加上去，我来去过去了一他说：“哎，您看，哎，我今儿，你看我不是迟到了吗？”実はさ、学校に行くときに三丁目の交差点のあの家が火事だったんだよ。实际上我今儿去学校的时候，哎呦，你看这三丁目那个十字路口，它烧起来了。消防車が十台ぐらいで交差点が封鎖になってんだよ。那个来了十台消消防车，整个十字路口都给它封上了。だから四丁目に回って右折したけどそこで工事やってるんだよ。什么？你干啥？工事をやってる。啊，那可。 但是他哎，他说那我怎么办？我只能绕路啊！结果我是绕到那个四丁目那边，结果那边在修路。我来じゃ試験に間に合わないどうしようかとって。哎，我说哎呦，我这考试赶不上了，我怎么办呢？哎、焦って行った時に。这我急着呢。横目見たら俺の大好きなイグミの彼女がいたんだよ。诶 <laughs>？然后结果他往旁边看，哎，我特别喜欢的这姑娘在那儿。例えばなんです。こうすれば、カジによって何かの出会いがあったり、カジによって自分が 何かを被って精神的な何かを受けたってことによって事件に入り込んでくるじゃないですか。也就是说，火灾如果能够你带来什么感情的变化，让你遇到一个什么感情的一个事情，这样的容易让人融入、让人带入这个事情里面去。つまり事件を作るのあのアイデアを生み出すのはうまいんですけど、その中にキャラクターをどんどん飛び込ませてください。也就是说，他可能很容易设计一个环境、设计一个事情、设计一个场景，但是你要把角色扔到这个场景里面去。

开心。ここ普通这条是这是感情的一个轴，那个普ここ当中是普通。ここ悲しい下面是一个悲伤。嗯，这儿是开心。这个这条线是普通，下面是这个悲伤。嗨，这 スタート何か事件が起こった。ちょっと所以一开始发生了一个事情，哎，出事了。でも彼女に出会ったりして。他可能这个感情就是一个起伏。ちっ気持ちが,上がってきた。哎，这个出事了，哎，我我的这心情开始往上走了。た。然后考试，哎呦，我的心疼啊。親に怒られた。然后我妈骂,骂我，哎呦喂。なんた但是我还是混过去了。でも、お母さんが交通事故にあた。结果我妈出交通事故了。 我妈妈怎么办？是不是要做手术啊？哦、结果哎，手术没问题，OK，搞定了。 この幅がでかければでかいほど、波があればあるほどドラマティックなドラマになります。例えば、この感情的上下起伏越厉害、この篇拍的に越有戏剧性。僕が今言っているのはドラマティックだからいいっつってるわけじゃないですよ。だから、他并不是说、有戏剧性就一定好。平坦なドラマだってありますからね。有有些也也可以拍很很平淡也有很有意思 ただここで大切なのはキャラクターの感情をどういうふうに持っていくかってことが大切なんですよねだんだよね這裡面比較重要的是到底要把角色的感情怎麼給拿到這個地方去 例えば、一番楽しい、嬉しい点ここですよね。お、最高心可能在右上角、この点。そのためには、一番悲しい部分を、ここまで持ってこなきゃいけないんですよね。この幅がでかければ、でかいほど、嬉しさが、視聴者に伝わりやすい。っいうこと。っていう意味での、この、政府、ゆう、だ。だから、この、いかに、これを構成するかっていうのが、物語の基本なんですよ。

物語を作った時に、こういうふうにキャラクターの心情ってどうなってるのかなって、ちょっと考えて、こういうふうな表を作ってみると分かりやすいですよ。例えば大家の写真を聞いた時に、この角度はどんな感じなのか、大家可以做はこの角度を取り出してみて、この角度を取り出してみて、ここが弱いからここで何かを作ろう。比如说例えば、この地方特别平那么我这边是是不得出気なので、ここがまだ落ち切ってないからもっと落とそうとか。 因为这边是不是那个他感情还不够消沉？他是不是还是再往下一点？这个表可以让他非常直观的看出一个故事的一个编织方法。这个,这个是一个非常重要的一个事情。然后、嗯，我里好还有四四名的。嗨，嗨 <laughs>，<い>あのちょっと気になるんですけど、<い>あのうそういう、嗯，まあ結局そういう話ですけど、嗯、それはあの。 例えばテレビになると、長編になると、例えばそういう幅を何話で作るんですか、それともんですかね、いわゆるまあシリーズ構成とかそういう話なんですけど、それは特に多分長編のアニメを作る経験が多い監督から見て、そういう感情の配置は長編のものにどう配置すればいいですかこれはですね、ジャーさん、いいこと聞いてくれたんですかはい、じゃあまずやってま,ます。 我问，我问导演，那如果说您是拍，因为他可能拍过很多长篇动画，那个游戏王也好，然后那个黑杰克也好，他长篇的故事，这个感情线，他是应该怎么分配呢？是。诶，あれですよね。是。<Hi. S 2> なんか、まずは。

导演问我怎么看，我说我有时候会不会吃饭看？我说我有有时候边吃饭边看，有时候和朋友边聊天边看，有时候我边打游戏一边看。テレっていうのは、いろんな状況でいろんなことをしている人たちを対象として作んなきゃいけないですよね。他说电视是什么？是针对可能当时在干各种事情的各种人为对象制作的一个节目。そのためにある程度表現を強制的にしていかなきゃいけないってことなんですよね。所以说他这个他必须把这个。

または映像を作るときに、ある程度視聴者の心の中に強制的に入るような形で作るってことが、これは僕は目安として持ってるんですよす。なるほど。それで、导演觉得说因为我看は、私的人他没有这么专注所以他虽然不是说强は、给他灌脑子给他说明但是你要让把强制的私は、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 私、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  映画館の暗いですかねたぶん、他问我那个電源に見せそうですよ、ね。音、うん、ってしますかたぶん、ポップコーン食べるぐらいですよね音って。たぶ、うん、電源に戻る。たぶん、電源に戻る。はい。つまり、真剣に見る要素が全て揃ってるんですよ。お金を払っている。暗い。そして、無音だ。 所以说导演说，电影院里看电影的时候集中了我可以去认真的一个要素。首先，那么黑，没声音，而且我还付钱了。這一番最重要的事，電影看的時間沒有其他事情。也就是说，在电影院里，我除了看电影，我没别的事儿可以干。そのためには僕は僕が心掛けてることは、ある意味強制的に見せつけると離れてっちゃうんですよね。 所以说，那个，但是你在电影里，你还强制给你的给人脑子里灌东西，这个人实际上会被有一个落差，会给他抛出去。そのために、見てる人たちに考えてもらったり、または感じてもらう部分っていうのを説明的にできるだけしないっていうのを心がけます。就是说，你给他太讲讲太细的话，他可能反而会不够专注。所以他要让为了让那个观众保持众他会他需要让观众边看边想，边有问题在脑子里走转来转去。 僕が持っている劇場作品でいろいろあるんですけれども大きな一番大きな違いってそこなんですよね。物語の構成も、はい、テレビシリーズだと、えー、最低でも12本とか11本、13本ありますよね。はい。そこまでで何話で主人公を見るかを見るかを見るかを1るかを見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 るをを えー、まずはこうして、そして主人公を生でこうして、そして最後に主人公を生でこうするということを計算立てて作っていくということが大切ですよね。だから、10時のページに必要な時間が必要です。この時間が必要な状間が需要です。劇場作品の場合は今度は時間が限られていますよね。2時間最,まあ、最長でも2時間半ぐらいですよね。 一共也就两个小时，两个小时不到，或者最长也就两个小时半，那个两个半小时。その中でどこにピークを持っていくかっていうことをはいえ心掛けて考えてるんですよね。所以他必须想在这两个半小时两个小时里面，他必须把这个他这个高潮应该放在哪个位置。もちろんですよ。各シーン全部面白くなきゃいけないんですよ。当然他这个他当然他所有的镜头所有的场景都必须是非常有意思的。はい。そんなことを心掛けて作ったりするんですけど、はい。じゃあさもう一個。 他首先他想这些事情，然后还有一点。皆さん、え、僕は心がけていることで、映像っていうのは、次カットっていうのは次のカットのためにあるっていうふうに僕は考えてるんです。导演觉得说，影像这个东西，前一卡是为了后卡存在的。 例えばカット1ですべてのことを説明してしまったらカット2っていうのは存在する理由がないんですよねそしてカットっていうのはその連続性でできてますカット1がカット2へつないで3へつないで4へつないでそしてそれがワンシーンとなってえ物語の核心に変わってい 向かってるんでも、ねうん、そんなようなこともちょっと頭の中に入れながら映画を作ってるんですけれども、えー、まあこれが全てではないとしてもこんなことを思っている演出家もいるんだなと皆さんが思ってくれればいいのかなと思ってます。 就是说他，他的他实际上他自己拍片儿，他是这么想的，就是如何用一组用一组镜头、用场景逐渐去逼近这个故事的核心。他实际上时刻心里想这样。但是他这个他觉得自己不一定是正确答案，大家只要知道还有人在动画演出的时候是这么做的就可以了。那个学校でねよく言うんですけれども，那个他那个导演在那个学校里老是这么说。学生たちは学校に入ってきた時にはまだ何も持ってないんですよ。

也就是他刚才讲的这些演出论，有一百个人就有一百套演出论。例これを見てくださってる中では演出になってみたいという方もいるかもしれませんが、もうある一人の演出家意見なわけですから、<い>それをまた自分の中でいろいろ決めて判断してみてください <noise>。那可能大家有人可能会，说不定会有人看了这次的这个视频，觉得哎，我也想当演出师。<noise> 他希望每一个想当演出的人都能够拥有自己的一套对于事物的一个看法。 そうですね。はい、ありがとうございます。ではちょっと時間がありますけど、ちょっとあと20分くらいになりそうなので、ちょっとあの Q&A に入ります。Q&A ってなんかなんか皆さんなんかだコメントの方でなんか質問する人ないかなって大家现在我们进入一个 Q&A 环节，さんんでい大家想问什么都可以问。 那个导演说了，什么都可以问啊！大家有什么，包括演出的话题，包括不能说的话题。那不能说的话题，我会帮你先把你卡了。但是您先问着，大家有什么问题，弹幕上都可以问。这个稍微可能有一点延时，大家可以先打出来。嗯，不用不用不，这个很多事情是不用客气的。那我就等嘛，まず一つ、皆さん。 あのまだ準備してるんですけど、まあ、ちょっと日本に留学してアニメ勉強したい人がいるんですけど、うん、先生からのアドバイスというのがあります。えと、えー、僕のアドバイスとしては今持っている、えー、真っ白なこの心を本当に大切にしてください。はい

自分のその真っ白なものがだんだん曇ってきたりします。それは、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 そいは、それは、それは、そいは、それは、それは、それは、そいは、そいは、それは、それは、そいは、それ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 は、そいは、それは、それは、そいは、それは、それは、それは、そいは、それ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 は、そいは、それは、それは、それは、そい。は、それ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 は、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  时候被这些既有的东西给形成一些固定的先入为主的观念，他希望大家不要被这些教授的固定观念所囚禁。案外，あなたが欠点と思ってるところが一番長所になったりしますから、演出所以您觉得说，可能很多人觉得说这个是我的缺点，但是导演说这个你觉得你是是你的缺点，说不定正是你最大的一个长处。そういうところも大切にしてください。这个地方也请大家那个重视一下。 ちょっとさっきのこれ見たんですけど出<嗯>崎さんの3回のパンパンパン<嗯>まあ3回目について<嗯>あれは何ですかというかと、まあ、僕としても疑問なんですけど<嗯>なんで3回目なのに3回やったのにそれは同じだとお思わせられるというのは何ででしょうか ジャーさん、嗯、あれを見たときに、印象に残りましたか、残りませんでしたか？ち <noise> ょ <noise>、嗯、まず失します。那个我刚刚问他一个问题，就是跟可能我刚刚看到他弹幕说，就是有人问初期演出、初期统的演出会有一个三次的连，那个三个不同角度拍同一个，砰砰砰三组的一个三个镜头。那个、我问的导演说，这个东西明明是三个镜头，为什么我觉得这是在拍同一件事情？然后导演就我问的问题，这个镜头是不是在印象里面特别深？四个苦英雄不改一点死。 それこそ答えですよ。大人は、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 大人に、大人に、こ人に、大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 他に、大人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 に、大印象大人に、大人に、大人に、大大人に、大印象大人に、大人に、大人 それが出崎さんの演奏方法王の一つだったりします、ね。この出奇で演出方法で以上。うん、はい、あります。で、さっきでもうちょっと出たんですけど、うん、監督は。ここまで、あの脚本に対する、うん、あの影響力というか、まあ。 どこまで変えますみたいな質問があったえっとですね、僕自身脚本も、欸、書いてるんですよ。是的。我刚才我刚才问有人问这个 TV 动、這個，就是那个导演对这个剧本有多大的一个就是修改的一个权限？他说导演是他自己写剧本。前たブラックジャックっていうアニメ作品では,は<い>シリーズの、欸、ローテーションの一人として<い>ライターやってました。他以前拍过这个怪异黑杰克里面，他是作为那个大家那个轮班制的一个脚本家，他是其中之一。 脚本っていうのはものすごく大切なものです。脚本在那个怎么说作品里面是非常重要的一个角色。だけどもそれに縛られちゃいけないと僕は思ってるんですよね。但是他觉得大家大家觉得是不能被这个脚本所束缚。

那个画面都还没有定下来，这个里面是有无限的一个想象力的，这个里面是有可能性是有无限种的。決まった時点で可能性は奪われていきますから、それっていうのはそのままやっても面白くなくなっていく作業ってことですよね。可能性もなくなっていきますから。所以说你分镜把脚本的画面给定下来以后，这实际上是剥夺它的一个可能性，它实际上是会变得没意思。そのために僕ら演出家っていうのは、シナリオよりも面白くしようという気持ちでエコントを書いてるんですね。 シナリオの力を引き出す”哪个活动？所以说那个分镜它不能光光照着剧本画，它必须画的更加有意思，它要把画的比这个东西要加点东西，这样才可以把这个有趣程度拉回到百分之一百。 それは作画も一緒ですよね。絵コンテ通りのことをやったところでえ、コンテよりも面白くなるはずがないんですよ。そういう意味では、絵コンテは何を描くか分析すると、絵コンテは何を描くか分析すると、だって何で大勢の人がアニメーションを作ってるんですか人は足りないからじゃないですよ。人不足大勢の人たちが力を合わせれば、

それからもちろん脚本であったりエコンテをないがしろにするってことではないですよ。この脚本のこのエコンテのそこの一番面白い部分をもっと面白くしてやるためにこういうことを付け加えるんだっていう考え方を持ってない限りクリエイターってダメだと思うんですよね。 导演觉得，就是说你作为一个创作者，你是画分镜的，你必须要把脚本最有趣的地方，能画成，能够加的更加有趣一点，这个才是这个怎么说，搞创作的人应该做的一件事情。嗨，啊，另外多国的啊，那不好意思，就麻烦大家再发一次。これ大丈夫ですあの日本の、嗯、多分今はでもそうなんですけど、嗯、結構最近ニュースになっていて、嗯、日本のまアニメーターもそうなんですけど。 アニメ業界全体的に待遇というか、うん、収入はそんなによく、まあ、よくなにくいいというのは非常にそうですね、はい、本当にアニメーションの待遇というのは今、えー、皆さんもご存知の通りに、えー、それほどよくはないですよね。当う的的ただし、ね、答えないか分からないけど、はい、でもスタッフはね、 その待遇よりも面白い作品をみんなに見てもらおうと思って本当にお金じゃない形で働いてますよ。なるほど。だから、导演はこれは正確な問題です。だから、私たちは、その動画を見スタッフ他们是他们他们は他の人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 は他のいは他の人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 はいの人は他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 の人はは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 は

大家有什么可以去那个阿基他妈的那个帖子里面那个下面去回复。之后还有一个采访，可能尽量会帮他大家问一下。然后，他导演先讲一个倾斜的一个角度。导演说，先是一个倾斜的一个，一个是这个左边一个是一个平的一个角度，右边是一个倾斜的一个镜头。

いろんなことやったりするわけですよね。これは演出の一つも視聴者を誘導する一つも技です。回り込みについては、はい、回り込むというのはキャラクターのアクションを大きく動かすときに見せたりします。体全体の動きを えー、そのカメラがついて回ることによってすべ、はい、て見せることによって、はいえー、視聴者にダイナミックな動きが伝わりやすいということですよね。なるほど。なるほど。因为你这个镜头绕着人、转一圈、实际上他可以拍遍他的全身这样可以更容易让大家看出这个人本身、整个人、一个人、どのような動きで使ったりするんですけどね。お、导演、他是自己、很喜欢这个旋转镜头、サクガさん大変ですけどね。<laughs> <laughs> いつもクガさんには怒られてます。 はい、ありがとうございます。では次の質問がいいんですけど、あのあの演出を勉強する書籍とかあったりします？うん、そういう本を見たいんとか、あのたくさん出てます。 啊、嗯，我有人问那个导演说能不能去那个推荐一个学演出的一个书籍。那导演说那个能学演出的书还是出了挺多，但是他不知道有没有出中文。但是首首先有一本是富野由悠写的一个影像的原则。那个这个 Azo no Genzoku です、嗯、这本是有,有。台湾版は出てますね。

なんか書いた演出論なんか真似してもしょうがないじゃないですか。当然、彼は個人意見を人は意見を言うと、大人は個人意見うと、学副はい学者は何を学者は何い学者は何を学者は何い学者は何を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 学者はもを学者は何を学者は何い学者は何をは何を学者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 はを学者は何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 を学者 その引き出しがいっぱいあればあるほどアニ、あなたが作るアニメーションは深くて面白いものになります。你自分で的、うことができるかどうかを使うことができるかどうかを使うことがで我る要怎う才可以う建とが自己的か格呢結構簡単です。友達とたくさん話してくださいよ。多和朋友聊天 兄弟とたくさん話してください、喧嘩もしてください。多和兄弟そして海や山や川,や川に行ってください。そんな時間がない人は、はい、地下鉄のもうあれですよホームでずっと人を眺めて,てくださいよ。よ但是有些人は短い時間で看ってください。人の写した映像じゃなくて、とにかく自分で生のものを見に行ってください。

您可能现在观众可能二十岁，但是这个二十年后、三十年后，这些东西可能会真的会成为你宝贵的财产，成为对你的生活的一个反馈。<laughs> 反っっ嗯，然后、呃、导演表示他自己并没有，他当年并没有做过这样的学习，所以他<か>他自己是一个反面教材。<laughs> 哎、他他觉得，哎、我要是年轻的时候多把这个搞 <laughs> 搞搞一搞，该多好。<laughs> は,いはい、ありがとうございま 結構ちょっと聞かれないんですけど多分シリーズ構成といいますか、ねうん、長編アニメの,、うん、あの何て言いますか,あのですか、ね、あのストーリーの把握みたいなものはどうやればいいんですかという、えっと、長編って2時間から、はい、2>, まあ2時間半長いので、ねはいえー、ストーリーが意外と見失う場合ってあるんですよね。 就说你长篇动画因为特别长，两个小时，那很有可能是拍了一半，你就不知道这故事飞哪儿去了。皆さん、いい映画って皆<い>さん、は<い>どんなストーリーでした？导演问我说：“好电影是什么样的？”例えばみんな大好きスターウォーズ一番一ではい。はいあれどんな物語ですか？导演问我：“第一部星球大战是怎样一个剧情？”あれは。はい お姫様を救う話ですよね。那是一个很简单的那个英雄救公主的一个故事。<laughs> 中国观众上手，你没怎么看？哎 <Hey? S 1>，上手。上手。好，哎。じゃあ上手。あれは大きなサメを退治する。你要看斯皮尔伯格那点啥？中文我忘了翻译叫什么了。那个鲨鱼，那个、出那个大鲨大白鲨那个片儿。大家这个我要怎么去对付那大白鲨？意外といい映画って物語は。 确实，所以，说长篇这种电影，这个动这个电影，这个故事实际上很单纯。シンプルなんだけど，哎<い>，非常に枝葉が濃ってるんですよ。它虽然故事的主干很单纯，但是实际上它它那个枝周边的那个枝叶，这个分支非常多。だから複雑に見える。所以看起来很复杂。それがなんかこんな入り組んでる。是。

那这个东西，大家绝对不要把拍做东西的时候，绝对不能把故事的主干给忘。但是导演也表示，这个很容易，确实很容易，走了走路就迷路了。这个大爷导演觉得自个他老是迷路。是，ありがとうございます。では、まあちょっと時間になったので、もうあれですか？ちょっと、まあ監督は大丈夫ですか？僕は大丈夫。ちょっとスタッフの人に聞かないとですけど。

長編の短編アニメ、多分中国の学生さんもそうなんですけど、うん、卒業制作であの短編のやつ作ったりするんじゃないですか、多分、数分、十数分のやつうちの大学でも作ってます、はい、そういうところでどうやってテーマとかストーリー、うん、まあ短い間でどうやってストーリーを強調するんですかって割とさっき言いものってはい。 長いものよりも意外と難しいんですよ。有人一直在问这个短片它应该怎么抓住主题，怎么应该突出剧情。导演说，实际上短片比起长片反而是要难。ポイントとしては物語をシンプルにすること。首先是要把故事还是要单纯简单。そして登場人物もシンプルにすること。然后出场人物不能太复杂，人物也要简单。哎。 5分しかないのに登場人物が50人ぐらい出てきたら、はい、わけわかんないでしょそして、出てきた人間はすべて必要な形で使うことです。そして、出てきた人間はすべて必要な形で使うことです。そし所有角色都要な形で使うことです。できるだけ無駄なキャラクター、無駄なカットを作らないこと。 尽量不要去拍，去不要去做没有用的、浪费的镜头，不要去安排没有用的人物。这个非常重要。有有一个非常好的这个样本样本。cm です简单，很简单，大家去看去看电视里的广告。中国的 C M 也很好，世界的 C M 看看てて。YouTube 里面有，大家可以去看看这个电视广告，或者是中国的广告也可以，那个网上的广告都可以。 実に長くて30秒、まあ1分ですよね。はい、長い就是30秒、短可能就是1分鐘。物語が簡潔にまとまって、<laughs> そして感動できるものもあります。<笑>,笑えるものもあります。そういうお手本から何かインスピレーションを受け取って、そしてまとめてみてください。はい、ありがとうございます。 あれとあの、ちょっと美術設計は、多分さっきのレイアウトとかで、うん、なんかちょっと関係あると思いますけど、うん、美術設計はどう作りますかみたいな話結構聞かれてるんですけど、うん、どうですかね。美術設定っていうのは大切なものなんです。なんでかっていうと、その物語の世界観を構築するからです。何か言わ一直はこのメイシューショーディング、バーシューズーム、何が言われん、メイシューショーディング、何がれん、 じゃあ、ジャーさん、はい、なんで美術設定ってどうやって作ると思います大友は多分、メイシ美術設定一般是怎么做的あのイメージボードがあるんじゃないですかえと、そういう作業的なことじゃなくて、<お>ジャーさんは、はい、もし作るとしたら、はい、どんな風に作ります大演は、我、我メイシュー社の社員が作るのを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 作只是操作上的を西るの<嗯>先怎る拍呢とりあえずあのキャラクターを作るのを作のを作るいう大ーのをので 演技させたいじゃないですか？100点ですよ，その答えですよ。哦、导演问，那我说的是不是想？我想我的，我觉得美术设计应该是给那个角色们创造一个让他们表演的舞台。导演说，给我一百分，牛逼呀！説明するために美術設定はあるんじゃなくて、<い>キャラクターの内面を表現するために必要だから美術設定ってあるわけですよね。所以说美术设计不是为了做美术而做美术，他是觉得说。

とにかくこれはちょっと戻りますけれどもカットっていうのはキャラクターの内面を表現するために心情を表現するためにもっと簡単に言えば心を表現するためにあるんですよねそれを助けるために舞台を装置するのが美術設定ですよね 表現内心の东西添砖加瓦、这时候发挥作用的就是。そうやって考えれば皆さんどんどんいいビジ設定テ生まれてくると思いますよ。大家有这个心态的话，实际上美术设计是做的越来越好。はい、ありがとうございます。あの割とあさっきも聞かれたんですけど、うん、監督と演出は、うん、例えばどういう役割分担とかやるんですかね？ええとですね。

それを細部までコントロールすることは無理ですよね。この実際に控制到最後は不行的そのために一話ごとの担当演出の人たちにそれを説明して託すんですよね。それに、自分たちは自分たちの演出を解決することができます。担当演出は監督の意図を組みながらえ自分なりの演出を表現していく。これが担当演出の仕事です。 监督的意图，然后去做自己的表现，这才是演出单集演出需要做的工作。監督みたい所以，说演出是一个现场监督的一个动作啊。同志们，有没有苹果的电源？我这个电不够了。<laughs> 那个，你问一下马凯在不在？我有那个出电网嗯，但是并接不上去。嗯。啊，ちょ 電バッテリーが切れそうなんでちょっと支援を求めています。<laughs> <laughs> じゃあ監督のちょっと今脱いで大丈夫ですか。多分うもう。<お>じゃあ今いいですか。はい、なんか見せるんですよね。いや見せないで。要はこれを刺すんですけど、うん、監督の脱いで大丈夫ですか。ちょっと監督大丈夫。丈夫はい。 あの俺の抜いててもう持ちますよはいなるほど全部抜いちゃっていいですよいや間を持たせろっていうのかななにそんな能力ないよおよしあ、とりあえず、なんかあなたが見えてないなね、はい、はい、はい、ではちょっと次の質問にどんどん質問くださいかなり聞かれるんですけどあの 多分昨日監督は見たかどうかはないですけど、昨日なんですかね、君,君の名前は中国で初上映。まあ羨ましいね。見ました見てないです。うん、導演表ああまり見ません。人の作品は。没有看你的名字因为不怎么看别人的片なぜならば、ひどいと頭にくるし、はい、良いとやきもちでまた頭にくるから。 那个导演说：“你这个片儿要是别人的片儿，他看了要是拍的不好的话，他觉得心里很不爽；他觉得好看的话，他就会嫉妒。”拿到きっと面白いんだと思います。他一定觉得，他说，他觉得肯定是挺有意思的 <noise>。皆さんもアニメを盛り上げるため見てください <noise>。所以，所以大家有机会一定要去电影院好好的看啊！嗨，阿迪老师。でもちょっとよく聞こえますけど、う嗯 <noise> 多分。 白雲のアニメについてどう表現すするかですかでね多分今はもう技術的に色が基本つくんですけど、うん、逆に多分芸術アニメとか、うん、そ,うさそういうのはもし白黒の画面を作るにしてはどういう環境なんかたなどういうシチュエーションで使うんですかね <laughs> 有人反复问这个导演怎么看黑白动画的，但我觉得换了个问题，因为现在可能拍黑白动画的情况不多，可能更多是艺术性，或者说专门用来表现某个特殊场景的时候。问一下导演，他如果有黑白动画，应该是表现什么样的一个东西？哎，没错。まずは技法に溺れちゃダメですよ首先，导演说你不能那个被技法不不能说怎么说你，你这个它是个技术，你不能太被技术牵着鼻子走。必ず物事の根幹にはなぜそれをするのかということを頭に。

失败に繋がりや，连接易，容易，す虽然有很多各种各样的那个场景，但是你非为了技为了技术为了那个去炫技来做这个事情，那实际上会很容易失败。い,いんですよね。那个影像并不是技术的一个怎么说自由市场？いないでし就是说我光看一个新技术有什么意思吗？没什么意思。そういうのと なんでこれにこの技法を使うのか白黒でもいいですよ、モノクロでもいいし、なんでもいい、セピアカラーでもいいんですよ。なんでこれをこの技法を使うのかっていうのをまず頭の中で考えて作るとそれが成功したりしますよ。なるほど。それがたぶんに、すべてに、いる技術你要想清楚う底是为う、么要用这个技ヨンチェケジュー、ヘイバイヤー、シャンバイヤー、にとって、シューヨンチェケジュー、チェうンのほう、ロイ、チェンはい、ミュンゼうコヘプ見てます。はい、おろし。

監督というのはそういう仕事なだけであっていろんな人たちと立場同列ですよね。そうすけると、ダイエンは自身を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 自身にい身をは身をい身をは身を自身に自身を自身を自身を自身に自身を自身事自身を自身い自身を自身を自身を自身い自身は自身を自身を自身を自身に自身を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 自身に忘身を自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 身に自身を自 这个一起做个片儿，你和别人的地位是一样的。もしねそんなエってるやつがいたら、僕はそういう人できるんですね。そんなやつはね。那个，然后如果是觉得说有人觉得，哎、欸，觉得自己当监督就特别屌，这个特别独裁，这个他是不能。そして<他>もう一つ、これは僕の監督のやり方ですけど、はい。那这是导演，然后他导演说他个人的一个做监督的一个方法。先ほども言った通り、アニメーションというのは多くのスタッフが携わっています。但是刚刚说那个动画片是有非常多的人物，那个人来。 その一人一人が最高のパフォーマンスを出せるように導くのが監督の仕事だと思っています。例えば、大学の工作は、そういう人にの仕事をしいます。そのためには、その人に合ったいろんなやり方をします。会だそれは独裁者ということじはないんですよね。そして、

ちょっとでも描いてもすぐ出ますよ。就说无论是写文章也好，画画也好，拍拍拍照片也好，自己的这个内心很容易就表现出来的。そしてその人たちが頑張って作ったのか、頑張って作ってないのか、楽しんで作ったのか、いやいや作ったのか、すぐにわかります。你这个人，你画这画，你这拍这张照片的时候，到底是心情是特别开心呢，还是说拍的特别不乐意呢？这种这种感觉，具体这个创作时候的东西，马上就会显现出来。 僕はアニメーションの仕事をしている以上、皆さんの時間を奪うっていう仕事をし,ますしてます。拍画上是要占用大家的その皆さんの時間を奪うっていう責任って重いんですよね。我占用大大家的非常任ですから、できるだけ皆さんがその時間満足してもらえるように、悲しんだり笑ったり、または嬉しがったりするような映像を作るように。

まちょっと割と多分、まあ、具体的な作品名は出さないですけど、うん、多分中国でも結構なんですかね、おもちゃとか。売ってる作品、うん、アニメ作品とかあるんですけど、うん、あの、具体的に商業的に、そういう、うん、なんですかね、何かあの、商品を売りたい。という作品について、特に何か、うんうん、なんですかね、これを、うん、これをやった方がアドバイス的なことはあります。あの、よく商品、商、はい、じゃ、それじゃま、まず、すみません、訳します。はい 那个可能有很多人会游戏王，但是实际上游戏王因为可能版权问题不是能谈太多。我们这边我刚刚问他一个，就是说那个可能国内有很多会拍一些怎么说玩具方面的作品和游戏相关的一些动画，这些为了有具体商业目的的这样一些作品，他有没有什么特殊的一个意见和建议？よくね商品を作るからそれに縛られて面白いものが作れないみたいな話って聞いたりしますよね？はい 那个导演说，大家可能经常说了，为了这个这个片儿，为了卖这个东西，他专门这么拍，他被他受到这个商品的束缚，他这片儿反反而拍不好。他说这个事儿好像经常发生的。我说对。导演说并没有这样的事情。因为大家小朋友看了我的片儿，很高兴的去玩这个东西，买这个东西，他当然很高兴了。 それによって、ちっちゃい子供も見てくれたり、<はい S 1> またはえある程度、年をね、<はい S 1> こういった人たちもまた再度見てくれたりするわけですよね。なるほど。可能多僕たちが一番嬉しいいってててうううののははは見ももらこことととなななんんですよよねそそ商品を売るめり関係なくて僕は そのキャラクターを映し出すためにアニメーションって作ってるわけですよね。なるほど。たすいや、パイパーは、プシューショー他メドンに、たすいや、パーティーがジュースをしながら、シェですから、それによって見てくれて、僕が描くキャラクターを見てくれてるっていうのは、メリットでしかないんですよね。对他而言大家可以看他的パーは、彼女のジュースは、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 ジュースはジュースは、ジュースはジュースはジュース、ジすースはジュースはジュース、ジュースはジュー、いありがとうございますはいあのー いやあの多分先生が多分あの今ちょっと聞かれたんですけど、うん、今 3D アニメとか CG とかどんどん出てくるじゃないですか、うん、その中で手書きはどうすればいいというのが多分まあ日本、まあ、手書きとしてかなり多分アメリカもかなり転向しているといいますか日本といいますかあの手書きアニメはどうなっていくのでしょうか で考えると 3D のアニメーションがえ8割方ぐらいになっちゃうんじゃないですかね、今後ね。はい。有か人は、何か在这个 3D 特別发达的个時代、2D 怎么办后导演现在日本に入环境可能以降、3D 到80%。手書きのアニメーションは必ず残ると思いますよ。

就说大家虽然这些这两两者之间的表现实际上是似是而非的，各有各自自自各有自己能够做到的事情，那么大家就把自个儿能做到什么就慢慢做下去就是了。例えば呢，一番いけないのは、はい、手書きのアニメーションが 3D を真似てみたりはい。嗨，他觉得最什么事儿最最可怕是怕是手绘动画去模仿 3D。 逆に 3D のアニメーションが実写を真似てみた 3D 画去模仿真人僕はそれって違ってるような気がしてるんですよね。これは僕の意見ですよ。ああ、当個人に言うと、これは好像是不見的アニメ、手書きのアニメーションは手書きでしか表現できないことを何とか見つけ出して作っていく。それが仕事なんですよね。手会の仕事は、社会の仕事は、社会の仕事は、社会の仕事は、手会の仕事は、事は、社会の仕 でもね、3D の人たちとこの前の劇場作品でも結構仕事をガッツリやったんですけれどもはい。たくしえん、このパイダイプジューチャー、ネガイガダパイダイガゾーピン、タイパイダ CG 的技ーものすごい優秀な方たちなんですよね。はい、他えん、ネシア CG でネガトランデーション、フェイだ。けれども、僕はわがままの監督ですから、あなたたちじゃないとできないカットを作ってくれる。 我希望你们能够做出，他们已经很优秀，但他们已经很优秀了。但他希望说，你们要做出只有你们才能做得出来的作品。れのでもないし。这个你不是说去模仿一个。もちろ手書きのじゃないんですよ。也不是手绘的一个模仿。3D を手書きに近づけたからどうですか？そんなことじゃないんですよ。不是说你说啊，我说我这个 3D，你看我做的是不是特别像手绘啊？不是这，不是这个，不是不要。3D パフォーマンスをて。

那个导演觉得自己是不能忘记这个事情。对我嘛，王龙说多。あの,ちょっとあの制作進行が演出に転向するにはどうすればいい<ん>という質問があったんですけど、あまあ監督ご自身が辿った道ですけど、じゃ訳します。那有人问那个当导演他当年是制作进行，但是他后来转成了演出，他想他问这个应该做什么事情？えっと僕がやったじゃ道を

就是他会一边自己做自己的工作，但他会顺便去帮着演出做事。もちろん自分から言ってですよ。当然是自己主动去做。すみません、やらせてくださいこれ。他就说：“哎，不好意思，这个您要不让我做？”そうするとだ人間怠け者ですから、嗯、因为人都是懒的嘛。じゃあこれやっといてってで帰演出就说：“哎，那那你就做呗。”そう決めたも OK，搞定了。だんだんと仕事に这个演出的活儿。 そして、プロデューサーに、こいつは演出できるんだって認めさせれば、次の仕事が絶対に入ってくるなるほど个作品那你可以当演出了ここで大切なのは、何かをやりたいときに必ず自分から動くことですよ。人そして、自分から動いたことっていうのは、必ず誰か見てますから。 而且你自己主动出击了，一定会有人看到你这个主动性。必ずあなたたちを引き上げてくれる人が、あなたが真剣にやってればいますから、は<い>それは信じてやっても大丈夫ですよ。你一定要相信，肯你只要认真干事儿，肯定是有人看着会把你给提拔起来的。他讲个不好意思的话。最低でも 自分が見てますから大丈夫です。就算别人他最后说的很难过的话，虽然就算别人没看着你，但你自己是。これが一你自,你自己知道很认真，这是非常重要的事情。<laughs> はい。では、そろそろ五分前なので<い>、ちょっと締めの質問に変ります。那差不多，我们进最后一个问题。あの。 これは面白いすね絵コンテの演出が、うん、まあ同じ人と同じ人じゃない時もあるんじゃないですか同じじゃない時はどうやってコミュニケーションを取るかについてえっとです、ね、どうぞ入、はい、ってください这个我讲一个僕は意外と絵コンテ自分が描いた絵コンテって自分でやらない方がいいと思ってるんですよ なん、えー、でかっていうと自分以外のものをプラスしていきたいわけですよね。そのあのれ、うん、だから、て A っていう人がやったら B っていう人が担当演出をしてもらってさら、えー、なる、えー、効果を上げるってことですよね。A は F ンジー、个个 B は F ン A 的分作加上一些新的ま西 ですから、またね、絵コンテと担当演出の仕事って案外似てるようでちょっと違うんですよね。そういったことも含めて、僕なんかはまあ別,に別々な方がやっても面白いものが十分作れるような気がしますよ。 あのそれはさっき話したの具体的にその例えば違う人ですけど、うん、コミュニケーションの取り方はどうなんですかねコミュニケーションの取り方はまず必ず絵コンテが上がった時に作画打ち合わせをするわけですよね。

さらに監督っていうのは一度話したらずっと会えないわけじゃないですか。再也よう到了又不是这う的僕がこの前劇場やってた時なんていうのは、もう席が隣り合わせでやってたぐらいですからんなんんな。なるほど。他之前、导演他自己、他の前、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 桌子前、前、前、ん前、前、前、ん前、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 ションしてそして作品を

中国でもですね、ジャーさんが言われると、アニメーションに対しての熱がかなり上がってきているということを聞きました。え、大変、中国は最近中国で動画の热情が非常高僕はアニメーションを携わるものとして、どんな作品だとしても、それがどんな作品だとしてもとても嬉しいです。このうか、大他,他自己作为个動画人、他觉得不管在中国是什么作品、他么动画作品比较火他都非常高興

僕もこれからまた頑張って新しい作品を作るように、えー、頑張っていきます。大人は今日は皆さんにとっても作品そしてこれ見ている皆さんの中で、一人でも二人でも何かね、アニメーションに興味を持って、俺もやってみようみたいなことを思ってくれたら嬉しいかなと思ってます。はい。そし今日看この个直播的如果那个、ね、ご观の朋友们如果有谁有一人、个人、私たちが拍手していない方が良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 い方がはい方が良い時間あいがといございましたい天非常い方大家い大家那い长时间い常感良いい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  那个最后加一句就是，大家有很多问题可以到那个阿尼他妈的那个导演的直播帖里面去留言问问题，我们之后还会有对导演的一个专访，可以把到时候这些问题问给导演。嗨，阿林啊，多格拉伊玛达。